ベーラは、ウシカベーラ属に分類される、グーテー類。本種のみで、ベーラ属を構成する。エチオピア、ジブチ南部、ソマリア北部体長70から87センチメートル。おなが5から20センチメートル。体高50から75センチメートル。体重9から26キログラム。オスよりもメスの方が大型になる。胴は短く、肩よりも腰の方が高い。 尾は細長い。全身は粗い体毛で密に覆われる。背面の毛衣は赤褐色や赤灰色、青灰色で体毛の先端が白いため反転状に見える。覆面や尾の毛衣は単光色や白。額や鼻の毛衣は肺褐色で目の周辺の毛衣は白い。次回内側の毛衣は白く、 黒い放射状の反紋が入る。次回は大型。ふ分んに体毛で覆われない板状の皮膚がなく、鼻光の周辺のみ、わずかに体毛がなく皮膚が露出する。死は細長い。第3から4指跡のひづめは短く高い。ひづめの内側には軟骨質からなる肉球があり、岩場を移動する際に滑り止めになると考えられている。前種の主ひづめは先端が尖り、 甲子の種蹄めは幅広く先端が丸みを帯びる。第二、号指跡の蹄めがある。オスにのみ、やや前方に湾曲して外側へ向かう角がある。角長7から13センチメートル。乳頭の数は2個。半砂漠地帯や岩場、河原などに生息する。ペア、もしくその幼獣からなる、小規模な群れを形成し生活する。植生は、植物食で、 主に低木の葉を食べるが草も食べる。繁殖形態は耐性。4月に1回に1頭の幼獣を産むと考えられている。開発による生息地の破壊、干ばつ、飼料、家畜との競合などにより生息数は減少している。ありがとうございます。